初日ぐらい緊張しました。初日ぐらい緊張した。もうさ、多分ね、いい感じだったならいいけどね。マイク、ありがとう。マイク占いのマイクやん。疲れに来てありがとうございます。いやもう本当にね、めっちゃ泣きそうだったぐらい本当に緊張してたんだけど、なんとかできたのでよかったです。なんかこういうのさ、めっちゃ久しぶりだった。なんか久しぶりの緊張感でした。無事に下山してよかったです。イエーイ。マイクありがとう。マイクありがとうございます。横浜もやった。横浜めっちゃ好き、大好き。横浜のあの衣装、今日初めてハタゴンさんのやつ着たんですけど、めっちゃ可愛くって、2回目です。横浜は2回目だったんですけど、初めての衣装を着ました。なんか本当にファンの人、お見送りとかでもコメントとかでも似合うって言ってもらえて嬉しいです。やっぱり折り面がすごい強い世界観、折り面の世界観がすごい強いユニットだから、自分が馴染んでさ、できるかどうか不安になるじゃないですか。でもなんかめっちゃファンの人が褒めてくれて、もうルンルンです。ありがとうございます。ね、嬉しい。ズボンもらった誰かに。嬉しい。白年、ね、嬉しい。レッスン着嬉しい。ありがとうございます。レッスン着めっちゃ助かる。いい感じでハマってる。本当嬉しい。歌も上手。え、嬉しい。歌を褒められるのは本当にまれに褒められる。嬉しい。ありがとうございます。楽しかったですね。楽しかった。嬉しい嬉しい。いっぱい褒めて、いっぱい騒ごう。もうなかなかあのポジションさ、自分のポジションばっかりやってたからさ、めっちゃ久しぶりやった。今日はナッキーさんのポジションさせていただきました。今日はね、15分しかねやらないので、15分間おしゃべりしましょう。そしてツーショット会も絶対に頑張るから。絶対に一緒に頑張りたいから、ちょっとでも応援の気持ち思ってくださっていて、
都合がつくよって方はいっぱい一緒に写真撮って思い出を作りましょう。本当に待ってるね。可愛くして待ってます。ラッキーさんポジのカニャンも魅力的でした。嬉しい、ありがとう。公演頑張ってるね、ありがとう。複数持ち。そう、ポジション複数持ちなんですよ私。この公演でポジションこんなにって言ってもまだ3つしか覚えてないけど、やると思ってなかった。自分のポジションからさ動くことない、動けないかなって、動かしてもらえないかなとか思ってたけど、うん、なんかさ覚えるの遅いけどさ、任せていただける分には本当にさ嬉しいことだしさ、公演はさ自分が頑張ればさ、なんかね、チャンスだと思うから、公演を頑張らなかったことはない。公演を大事にしているし、そこで見つけてもらいたいなって思うから、新しいね、新しい一面を今日は見せてもらえたのではないでしょうか。いや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 い、おとといか、おとといの夜夕方とかに、なんかマネージャーさんにね嬉しいことを言ってもらえて、なんか池田さんしかできる人いないんでって、まあそりゃそうなんだけどさ、そう言われたからさ、頑張りますって言えたの。なんかそう、なんかさ任せてもらえることは本当に嬉しいしありがたいことなので、ファンの人もさ、イさんが前で踊ってたらさ嬉しいって言ってくれるからさ、もっと頑張ろうって思うよ。もう自分のポジションももっと前に行けるように、みんなで満員御礼を目指して頑張りたいなって思うし、こうやってアンダーでいろんなところをやらせてもらえるのも本当にきっと見てくれてる人はいると思うから、頑張りたいなと思いますし、結果もねついてきたらいいなって。でもついてきたのがこのね愛知の満員御礼だと思いますので、ぜひともね6月分はね いい感じで終われるように、幕張も満員にするかしたいっていうか、でもさなんか自分がしたいって言っても、自分がするって思ってても結局はファンの人のパワーをお借りすることになるから、でもやっぱイベントとかに参加しない分こっちを頑張りたいと思ってて今の自分は、だから満員にしたいです。どっちの日程もね可愛い服着るので、浴衣とキラスキの衣装着るので、ちょっと今左腕が上がらないんですよね、なぜか筋肉痛、左肩がねなんかやばいんですよ。寝違えてない、浴衣暑いなって、え
いいよ、独り占めしてください。待てろよ。私と付き合ってること隠してるの。みんな私と仲いいこと隠して他の女の子の恋とか言ってないよね。他の女の子とツーショットとか撮ってないよね。私だけに時間とさ愛をさ使ってくれるよね。ねえ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 、私が一番でしょ。重い女なので、はい、長崎のあの子は重い女なのでよろしくお願いしますね。やっぱりちょっと重い女なので、ねえ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 、横浜のあの子好きになっちゃったの。X に書いたツイート、ポストか、いいねとコメントと待ってます。ツーショットはマジでカイニャンだけだけど、だけどツーショット、これは追加だね、みんな追加だね。我が輩佐賀住み、おお、お隣さんだ、九州仲間、九州仲間だ。絶対幕張のノノブ頑張る、頑張りたい、頑張りたいっていうか頑張ってください、本当に頑張ってください、今がチャンスだと思って圧かけてる。重い女だよね、重い女だって思ったよね、初めて見た人とかさ、なんだこの重い女はって思ってるよね。まあいいか、しょうがないよね。ファンの人にじっとりと、じっとりと下目を向け。重たい女の子が好きですねだって。じゃあ人に一面にしなさい。久しぶりに佐世保帰りたい。ナーマル。え？同じやん。お揃いやん。お揃いやん。お揃いちゃん。誰に撮ってもらったの？聞き出せないや昨日は、聞き出せないや昨日私。てん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 。てん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 。どういう線であなた見かけたと、隣には知らない彼女、横浜のあの子を好きになっちゃったの、私は遠くの邪魔明けな彼女なの、大丈夫と抱き寄せるその腕は温かく安心して、そう捕まえていつまでも、でも資金なくなった？え？一回も来れないってこと？
15分経ったということで今日は終わります。見てくれたみんなと今月会って写真が撮れることを祈ってます。よいさんは明日も朝早いのでちょっといさんは今からまた修行に行くので、はい、焼肉はぜひ行きたいです横浜メンバーで、もちろん大野さんのおごりです。大野ちゃんが一番先輩なのででも牧子さんでもいいねありがとうございました。